次のスタジオ連の予約取れたよ。いつもありがとうございます。いいっていいって、もう慣れっこだしさ。あの宇田川さん。え、何ですか？いえ、今日はずっとドラムが走り気味でしたね。うん。亜子、何か悩み事があるなら言いなよ。本当？本当本当ね、ユキナ。ええ、亜子の調子が悪いとバンド全体に影響する。問題があるなら早く解決した方がいいわ。じゃあ亜子のお願い聞いてもらってもいいですか？お願い？何かしら？亜子と一緒に NFO をしてください。 NFO？ ネオファンタジーオンラインっていう、私と亜子ちゃんがやっているオンラインゲームです。実は今 NFO で友達紹介キャンペーンやってて、新しく始めた人と一緒にクエストをクリアするとめっちゃかっこいい武器がもらえるんです。クエスト？武器？アコが何を言っているのかよくわからないわ。つまり私たちが一緒にゲームをするといいものがもらえるってこと？それと今日の演奏でドラムが走っていたことと何か関係があるの？アコ、ずっとその武器が欲しくて気になっちゃって、その…アコちゃん、だからそわそわしてたんだね。うん、だからお願いします。断るわ。私も湊さんと同意見です。ゲームとバンドは何も関係がありませんし、練習の時はそういうことを脇に置いて演奏に集中すべきかと。それはそうなんですけど。いやー、でも気になることがあっていても立ってもいられないって気持ちはわかるよ。だから私はやってもいいかなって。いいさね。ユキナとサヨはどうしてもダメ？どうします？湊さん、クエストは短いです。時間はそんなにかからないと思います。ユキナさん。わかったわ。本当？やったー！よかったね、アコちゃん。ただし終わったらバンドの練習をすること。それじゃあ早速明日リカフェにレッツゴー！随分と簡単に了承しましたけど、よかったんですか、湊さん？こういう時、反対するだけ時間の無駄だと最近分かってきたの。でも、これもバンドとして高みを目指すために必要なことだと思って、本気でやるわよ。私たちは何をすればいいの？このブースに一人ずつ入って同じ場所にログインして遊ぶ感じ。ここのパソコンには最初から NFO が入ってるから簡単だよ。別々のパソコンで一緒に遊べるの？オンラインで同じ空間を冒険するんです。ゲームを立ち上げて。あ、職業はどうする？ゲームの中に職業があるんですか？役割は決めるんです。私はウィザード、アコちゃんはネクロマンサーなんですけど。イサニアはなんかヒーラーっぽいよね。え？ヒーラーって何？みんなを回復する人。へえ、私ってそういうイメージなんだ。オッケー、じゃあそれやってみる。ユキナさんは何かやってみたい職業ありますか？種類が多くてよくわからないわ。何がいいかしら。じゃあユキナさんは歌が上手いから吟遊詩人、歌でみんなを元気づける職業でお願いします。
歌を歌う職業があるのね。わかった、それにするわ。あとは私ですか。そうですね、この職業は難しいですか。それはタンクですね。大きな盾でモンスターの攻撃からみんなを守る職業です。難しいですけど、最初の方なら大丈夫だと思います。なるほど、ではこれをやってみます。その職業が気に入ったの？いえ、守りがしっかりしていて安心できそうだったので。さよらしいね。あとは、あ、名前はどうします？ゲームだと好きな名前を付けられるんですけど。今回だけならみんな自分の名前でもいいんじゃないかな。そっか、じゃあそれでキャラ作っちゃうね。できた。みんな準備は OK ですか？ええ。なんか緊張するね。皆さん、ゲームが始まったら最初の場所にいてください。わかりました。よーし、じゃあ NFO スタート。おお、これがオンラインゲームか。あ、おーい、ユキナさーよー、うん、あれ、二人ともどうしたの？ああ、そっか。キーボードを使えばチャットできるよ。なるほど、こうやればよかったんですね。ユキナはどう？チャットできる？どうしたの？日本語が喋れない。え？ああ、ちょっと待ってね、今そっち行くから。大丈夫ですか？あ、ミナトさん喋れたわ。オッケー、よかったね。ところで、宇田川さんと白金さんは？あ、アコちゃん、みんないたよ。宇田川さん、その名前は…深淵の闇より出し、悲哀の翼。生命の断りを超えてババーンと舞い降りた聖堕天使、アコ姫。へえ、かっこいいね、アコ。でしょでしょ。それより、ここはどこで、私たちは何をすればいいの？あ、そうですよね、説明しますね。ここは旅立ちの村といって、ネオファンタジーオンラインの始まりの場所で小さな村なんですけど、初めてゲームをする人が絶対に通る思い出の詰まった大切な場所で、この大陸、あ、フライクベルト大陸って言うんですけど、その最東端に位置するので通称最果ての村とも呼ばれているところです。フライクベルトは大陸中央でいつも戦争をしていて、そこに近づくほど危険な場所が増えてくるんですけど、そういう意味では旅立ちの村はゲームの中で一番安全な憩いの場所っていうか、のどかな場所で、外に出ても危険なモンスターはほとんどいないし、受けられるクエスト、これはゲーム内のお仕事みたいなものなんですけど、それも簡単で安全なものばかりだし、ゲームをあまりやったことがない人でも NFO の世界を楽しく体験できるように、ちゃんと村の構造とかも考えられていて、すごく良いところなんですよね。実はこの村の村長ダン・ケインさんは、もともとこの世界では超有名な一騎当選の勇者だったんですけど、彼がモンスターと戦ううちに大陸の至る所で人間同士でも争いが始まってしまって、それに巻き込まれる形で大怪我をして戦えなくなってしまったんです。
それでも悲願だったモンスターのいない平和な世界を作るために、この小さな村から私たちのような冒険者を何千何万人と送り出して支援していて、あ、私たちは今回その探検員さんの屋敷で下働きをしているジェイクさんという人から手紙を預かって、この村から西に少し進んだロゴロ鉱山のリンダさんに届けるのが目的なんですけど、さっきも言った通り村の近くは安全でも鉱山の奥にはちょっと危ないモンスターもいたりなんかするので、ちょっとだけ気をつけつつみんなで頑張りましょうね。リンリンはキーボード打つのが上手くてチャットがめっちゃ早いんだよ。そんなことないよ。え、みんなどうしたんですか？え、白金さんがこんなにたくさん話すのは珍しかったので。うん、私もびっくりした。あ、全然いいんだよ、もっと喋っても OK だからね。でも結局私たちは何をすればいいのかわからなかったわ。なんちゃら鉱山のリンダさんに手紙を渡すんだっけ。ジェイクさんから手紙を受け取ってロゴロ鉱山のリンダさんに届けましょう。それじゃあそのジェイクさんのところへ行きましょうか。知らないわ、ボタンを押したら勝手に出たの。もう何やってんの、ほら行くよ。これどうやって前に進めばいいの？ジェイクさん？そうだよ。ジェイクさんはこの場所からリンダさんに何万通も手紙を出し続けてるんです。そんなに手紙を書いてどうするのかしら。冒険者の数だけ必要だから仕方がないんですよ。手紙を受け取るにはどうすれば？クエストの受注ボタンを押してください。これね、手紙をリンダに届ける。これでオッケーだね。それにしても目的地が村を出て西に進んだ先なんて随分と曖昧なんですね。もう少し話を聞いて具体的な場所を教えてもらいましょう。どうしてこの人は同じことしか言わないの？ NPC は同じことしか喋らないですよ。 NPC？ 人が操作していないゲームの登場人物のことです。よくわからないけど変わった人なんですね。まあとりあえずその鉱山に行ってみようよ。ここから鉱山にはどれくらいで着くのかしら。すぐそこですよ、最初のダンジョンだからすぐ近く。あれ、ねえ、なんか光ってる草があるんだけど。これは薬草ですね。薬草ってことは薬になるの？はい、これをこうするとあ、できました。 HP 回復ポットです。すごいすごい。これはタンクの氷川さんに渡しておきますね。もし HP が減ったら使ってください。HP というのは
生命力のことですよ。モンスターから攻撃を受けたりすると減っちゃうので。なるほど、ゲームは覚えることが多いんですね。ねえねえ、その HP 回復ポットって私でも作れる？一番簡単なものなら大丈夫ですよ。やってみます？うん、やってみたい。じゃあこの薬草を渡して、あとは調合ボタンを押して作るだけです。へえ、簡単なんだね。それ、おお、できた。みそね、おめでとう。ありがとう、アコ。よーし、それじゃあ。え、リサネ、それは作りすぎじゃん。いっぱいあった方がよくない？ほら、みんなにあげるよ。ありがとうございます。ポットでアイテムスロットがいっぱいです。あははは。それにしても、そんなものを使わないといけないような場所へ行くのね。鉱山のモンスターは弱いけど、たまに天井が崩れたりするよね、リリン。そうだね、時々だけど岩盤の崩落はあります。そんな危なそうな場所なの？リンダさんをそんなところに一人にするジェイクさんもひどい人ですね。あ、でもあそこにはキラポンも出るよ、アコちゃん。え、そうなの？キラポン？アコがずっと探してるレアモンスターなんです。倒すとめっちゃレアなアイテムがもらえるんですけど、なかなか見つけられなくて。そうなんだ。じゃあキラポンも探しながら行こっか。うん。ここが鉱山か。なんか薄暗くてちょっと怖いね。大丈夫大丈夫。待って、あれは何ですか？おお、こっち来た。危ない。そんなに逃げなくても大丈夫だよ、リサネ。あー、びっくりした。今のは何？弱いモンスターですね。外と違って鉱山には突然襲ってくるモンスターもいるんです。そうなんだ、助かった。ありがとね、アコ。楽勝だよ。氷川さん、盾を構えてどうしたんですか？いえ、まだ敵が残っているのではないかと思って。もういないですよ。そうですか、また突然襲われるかも。あれ、っていうかユキナは？え、ここはどこかしら。まったく、みんな勝手にいなくなって困ったわね。あれは人？仕方ないわ、あの人に聞いて。ユキナ、ユキナ、ユキナさん！ダメだ、反応しないよ。一体どこに行ったんでしょうか。この奥は危険なモンスターも出るエリアなんですけど。ギ、大丈夫かな、ユキナ。あれはミナトさんじゃないですか？本当だ、ユキナさん。あら、あなたたちどこへ行っていたの？ユキナと、それ何、誰？落ち着いて。ヘルスケルトンソルジャーは視界に入らなければ襲ってこないから。ユキナさん、そのままそーっとそーっとこっ
ちに来てくれます。ええ、わかった。セーフ。ユキナ、大丈夫？怪我は？私は大丈夫よ。今井さん、ユキナさんの HP は満タンなので、そんなにヒールしなくても。だってさ、白金さん、さっきのはモンスターなんですか？はい、人型なので分かりにくかったかもしれませんけど、かなり危険です。多分今のみんなでは一撃で。さよさん、もう来ないから盾は構えなくて大丈夫ですよ。そうですか。もしもということもあるかと。それでユキナはあそこで何をしてたの？あなたたちがいなくなってしまったから、さっきの人に聞こうと思ったのよ。そうだったんですね。ユキナさん、もうちょっとでリンダさんのところに着くので、あまり離れないで一緒に行きましょう。ええ、わかったわ。このまままっすぐ行くとリンダさんのところに着きます。もうちょっとですよ。やっと着くのね。あれ、ユキナちょっと疲れてるんじゃないの？ヒールしよっか。平気よ。っていうか HP 満タンだから意味ないよ、リソネ。本当？あの、ん？どうしたの、サヨ？何かあちらから大きなものが近づいてくるのですが。本当だ！てか、何あれ！アコちゃん、あれって…フィールドボスだ！フィールド…ボス…何なのか説明して。この辺り一帯の主みたいなものです。さっきのヘルスケルトンソルジャーよりも危険なモンスターで。マジ？どうすんの？大丈夫です。とりあえず近づいて足元をそっと歩いていれば見つからないので。なるほど、東大元暮らしということですか。うわー、なんかめっちゃ手汗出るんだけど。氷川さん、あの、だから立てば構えなくても。ユキナ！ユキナさん、そっちはダメです。なぜか歩き続けてしまうのだけど、これは何？オートラン押しちゃった？リンリン、このままじゃユキナさんがボスの視界に入っちゃうよ。アコちゃん、今井さんと氷川さんを足元に誘導して、うまくいったらアンデッドプレイでやり過ごして。うん。アンデッドプレイ？死んだふりをして敵に気づかれなくなるアコの得意スキルです。死んだふりが得意なんですか？でもユキナはどうするの？ブラインドカーテン。はあ、これで大丈夫なの？はい、やり過ごせました。ユキナさん、オートランは自動で歩いちゃうボタンなので間違えて押しちゃダメですよ。一体どこを押したのかわからないわ。これ？うわわわわ、もう大丈夫です。そのままで大丈夫です。でもなんでボスに見つからなかったの？リンリンのブラインドカーテンは姿を消すスキルなんだ。めっちゃくちゃ効果時間が短いからアコはあんなに上手に使えないんだけど。すごい。
すごいんだね、リンコって。そんなことないです。それにしても安全だと言っていたのに思ったより危険な場所ですね。でもここまで来れば。うん、リンダさんはすぐそこだよ。いた、リンダさん。本当だ、やっと見つけた。それじゃあ、アコちゃん。うん、手紙を渡す。手紙を村に持って帰るのね。まるで伝書鳩ですね。にしてもこんな近くなのにどうしてジェイクさんはリンダさんに会いに来ないの？それには深い事情があって。リンダさんはここに強いモンスターを封印するために来てるんだ。でもジェイクさんみたいな旅立ちの村に住んでる人はしきったりで、この鉱山に入っちゃいけないんだって。ジェイクさんとリンダさんはこうやって何万回も手紙のやり取りをしているのに絶対に会えないんです。そっか、なんか切ない感じなんだね。そんなことより、ここでの用事はこれで終わりなんでしょ？はい、あとはこの手紙を持って村に戻るだけです。オッケー、あとちょっとだね。にしても思ったよりあっけなくクエスト終わったね。初心者向けの簡単なやつだもん。アコとリンリンがいれば楽勝だよ。モンスターともそんなに合わなかったし、運も良かったよね。あの大きなモンスターが出てきた時は少し驚きましたが、フィールドボスだっけ？あれは確かにね。でも、めったに出会うことはないですから。ん？あそこで何か光ってるわ。また薬草じゃないの？あ、キラポン！え？あれがアコの探してたレアモンスター？ウサギみたいな形をしているんですね。本当だ、ピカピカしてて可愛い。静かに。え、なんで？キラポはこっちに気づくと逃げちゃうから、そーっと後ろから近づかないといけないんだよ。結構敏感なモンスターなのね。アコちゃん頑張って。よーし、アコの最強スキルでやっちゃうからね。え、アコちゃん、それは常妙の宴官を逸脱せし、常闇の使徒に我命ず、そのコンダクタルマナコで深淵を破り、かの者を苦怨の狭間へと誘いたまえ。デッドリー！逃げた。そんな。あの、さっきの前工場は必要だったんですか？いえ、そのスキルを使うのには必要な栄章なんですけど、キラポンは強いモンスターではないので、あのスキルそのものが必要ないというか。だってキラポンを倒せるかもしれないんだもん。せっかくだからかっこよく倒したいなって。そんなことしているうちに攻撃すればよかったのに。まだ間に合うかもしれないわ。追いかけてみたらどうかしら。そうですね、行ってみましょう。こっちに来たのは間違いないのですが、あの曲がり角の先はどう？あそこは行き止まりなんですけど、
ちキラポン出てこーい。ん？これはさっきのフィールドボスでしたよね。マジ？なんでここにいんの？逃げなくて大丈夫なの？見つかっていなければ平気なんですよね。もう見つかってます。入り口の方へ走ってください。キラポン！出られた。外までは追ってこないんですよね。ここまで来れば大丈夫ですよ。でも結局キラポンには逃げられちゃったよ。仕方ないよ、また探そう。あれ、ユキナは？もしかしてまた？どうしよう。アコちゃん落ち着いて。フィールドボスにいられていなければきっとまだ鉱山の中にいるはずだから。やられていたら。ちー、まあもうちょっと待って来なかったら探しに行こうよね。ユキナさん、ユキナさん来ないね。やはりフィールドボスに。そんなことないって。さっき迷子になった時も大丈夫だったじゃん。ですが少し遅すぎますし。あら、みんなここにいたのね。あー、ユキナさん。ユキナ、よかった。また迷子になったのかと思ったじゃん。そんなに何でも迷ったりしないわ。その手に持ってる光ってるやつって。ああ、これは またみんないなくなってしまったわ。どうしてすぐにどこかへ行ってしまうのかしら。まあ、あの大きなモンスターもどこかへ行ったから助かったけど、あれはさっきアコが探していたキラポン？フィールドボスの注意がこっちに来ているうちにユキナさんはキラポンを倒したってことですか？ではミナトさんが手に持っているその光ったものは。キラポンの尻尾だよ。めちゃレアなアイテムなんだよ。そんなにすごいものだったの？はい、あげるわ。いいんですか？ええ、私には必要ないもの。やったー、ありがとうございます。ユキナさん、よかったね、アコ。ミサネーもみんなもありがとう。それではそろそろ村に戻りましょうか。手紙をジェイクさんに届けなくてはいけないんですよね。そうですね、行きましょう。いたいた、ジェイクさんはあの人だったよね。そうだよ。あとはこの手紙を。リリー、じゃあ報告するね。リンダの手紙を渡す。こうやって手紙を何回も受け取ってるんだよね。それでも会えない二人か。なんか、ほんと切ないお話だね。お礼ですか？一体何をもらったんですか？リンダのサイスですね。サイス？大きな鎌のことだったかしら。そうです。アコネクロマンサーだからこの武器がどうしても欲しくて。でも、なんでリンダのサイスなの？
実はこの物語を進めると、リンダさんは鉱山のモンスターに体を乗っ取られて魔女になってしまうんです。あの人自身がモンスターになってしまうということ？はい。それでこの村が襲われることになるんですけど、その時にリンダさんの持っている武器がそのリンダのサイスなんです。うわぁ、なんか切ないと思ってたけど、それを通り越してめっちゃへこむ話だね。それならリンダさんを無理にでも村に連れ帰ってこなければいけなかったのではないですか？ゲームだからそれは無理ですよ。そうなんですね。まあでもアコが欲しかった武器が手に入ってよかったじゃん。リンリン、この武器持って今度一緒にダンジョン行こうね。そうだね。じゃあこれでゲームは終わりかな？はい、そうですね。これでおしまいです。あの、皆さんどうでしたか？初めてというのもあるのでしょうが、覚えることが多くて驚きました。そうね、私もよくわからなかったわ。操作はよくわかんなかったけど、こうやってみんなでワイワイ何かをやるのは楽しいよね。お話もちゃんとしてて結構面白かったから、私はまたやってもいいなって感じ。え、それ本当？本当本当。やったー、絶対だよ。アコたちがハマるのもちょっとわかるよ。ゲームをするのはいいけど、バンドの練習が先よ。はーい。アコちゃん、やる気だね。もちろん。みんなに手伝ってもらって、武器だけじゃなくてキラポンの尻尾までゲットできたんだよ。絶対アコも演奏で恩返しします。頑張るぞー。ゲームをするというのはちょっと寄り道でしたが、宇田川さんのやる気が出たのなら結果的には良かったのかもしれませんね。どうかしら。それはこの後の練習次第ね。